ここからねちょっとね画面っていうかね画像の質が悪くなってると思うんだよね。っていうのも iPhone の何ストレージがもうなくなっちゃってしまってね、いろいろ削ったんだけどね無理でしたみたいな感じで、ほらやっぱりさここの通り東ドイツのそのテレビ塔のところに行こうと思ってるんだけどもね、イソターネットの出現によってさ、ほらやっぱり小売店ってどこもねどの国もね厳しいよね。お店なくなっちゃうもんね。まあとりあえず進みましょう。まあいずれにせよね、皆さんにねやっぱりどういうところかっていうのをねお届けしたいのでね、ベルリンの街、ほら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 ね、どこを見てもねクマさんがいるよね。あほら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 、ニベアのクマだよ、ニベアのクマ、なんじゃこりゃーみたいな、ニベアのクマ。ちなみにねこちらがねブランデンブルク門ね。でブランデンブルク門から津王駅帰りたい場合ね、ほら津王駅だよーみたいな書いてるでしょ、ズーって書いてるからね、津王駅だよーってことだからね。ねえ、これで君ももうベルリン子、私ベルリン子じゃないけど全然そういえばさっきさそのバスのさ動画っていうか今バスのさ撮ったでしょ。冷静に考えたらね、私前のベルリンの動画でバスに乗って2階建てバスかな普通ので、それでね津王駅だったかまで帰る動画だったか撮ってたような気がするんだよな。で動画にしてたような気がするんだよな。してないかもしれないけど、まあ、興味があったらねそれもまあ見てください。で今来てる道っていうのがもうひたすらねジーゲスゾイレからねまっすぐ来てるってことだね。ジーゲスゾイレから見るとずっと東に向かってるってことだね。ごめんね昔の携帯のカメラ使ってるからさ、だからちょっとさらに画像画質っていうか悪いと思うけどね、まあ進みましょう。はい、そうしたらねテレビ塔近くまで、あれこれねあれだよね、ほらこれねこれねフリードリヒ大王、あれちょうどね去年じゃねえや、前もね撮ってる覚えあるんだよな。うわー超雨強くなってきたけど、多分ね確かねフリードリヒ大法王だったような気がするんだなこの像。まあなんか本とか読めば確か書いてるんだけどもね、ちょっとそれは後で編集した時にちょっと調べたやつを書くか書かないかわからないけども、はい、そうしたらねちょっと進もうね、もうすぐだからね、左手だからね。でねこれなんだっけかな、ほらちょっと待って、いろいろと忘れてるわけよ、私もジモピーじゃないから、アメリカだったらなんとかなんだけどさ。で、目の前にね、フンボルト大学だね、フンボルトユニバルステって書いてるね。で、これが歌劇場オペラになるのが歌劇団っていうか、で、ここ今も工事中なのかな、ここでオペラとかやってるんだけども、工事中でね、その最近のね、なんかドイツね、工事中がやたらとね、長いような気がするんだよね。で、私がオペラを見に行った時は、工事中でここではなくて、シラー劇場っていうところで、津王駅の近くだよね。で、そこで、オペラ見た記憶があるんだよね。で、今回は私、ほら、スーツ系っていうか持ってきてないから、ね、まあ確かにね、なんかそれっぽいっていうか、ので行こうと思えば行けるのかもしれないけど、傘が知れないけども、それはそれでね、なんか嫌じゃん。ね、靴もさ、スニーカー、まあ一応わざと黒なんだけどもさ、スニーカーだしさ、ね、行こうと思えば多分見に行けはするんだろうけども、一応はそのドレスコードってあるわけだからね。
で、その私はっきり言えばね、ドレスコードってね、最近あんまりね、信用できないんだよね、できないんだよねっていうか、っていうのも前フランス行った時にさ、まあフランスのあのムーランルージュ映画にもなったじゃない、ムーランルージュってさ、ほらあの人オビアン・ケノービーとさ、あとニコール・キッドマンの昔あったでしょ、その、ムーラン・ルージュなんだけどさ、普通に中国人の人たちね、T シャツとかね、なんかよく、まあ、なんていうのかな、いかにもいかにもっていう T シャツになんか人民服みたいな、人民服っていうか、なんていうのかな、変な服だから、そうなるとあまり意味ねえのかなとかって、結局誰も注意し、お店の人はやっぱりお金がね欲しいからね、ドレスコードを守るよりもお金が入ってきた方がやっぱりいいからね、だからまあ結果としてはね、金払えばなんとかなんじゃないのっていうイメージが私にはね、ついてしまってる部分があるんだよね、まあここはさ、フランスじゃなくてまあドイツだからね、それはそれで私はドイツではそういう風なのは見たことはないので、ちゃんとね、 OPT じゃなくてなんだっけ、 TPO か、タイムプレイスオポチュニティなどと言ってる間に、はい、まあこんな感じで、このずっと向こうがブランデンブルク門ね、でここら辺ね、まっすぐ行くとね、もう何それっぽい、なんかほら こことかもそうなんだけども、美術館とか博物館が多くなってくるので、私がやったのは結構長い間ね滞在するんだったらばね、確かに何日関係とかってあったんだけども、私ね年間そのベルリンの博物館を回る年間パスポートを私買ったんだよね、前ね、そっちの方がね、もしかしたらまたベルリンに来るかもしれないしみたいな感じで、で暇な時ベルリンに来た時にその美術館好きな時に行けるしみたいな感じで、そんなね、1週間券とか、1週間券とか何日間券とね、年間パスポートみたいなのをね、全ての美術館入れるパスポートってね、さほどね、今どうか分かんないけど、さほどね、何値段の違いってしないような気がするんだよね。でほら、あれはなんか大聖堂みたいな感じ、ちょっとね、このごめんね、実際見るとすごい迫力なんだけどさ、この携帯のね画質悪いのよ、ごめん本当に。ただ実際見るとね、素晴らしいからね。であとね、多分晴れてるから、晴れてないからいないと思うけどね、ここにね結構ね、なんか金くれみたいな人たちもいるのよ。だからそれはちょっと気をつけて。で現地のねドイツ人ではないからね、強制送還したらされたらやばいような人たちだよね。だからテレビ塔ね、ね、もうだからすぐそこよ。で場所もね、歩こうと思えばこうやってね、歩ける。だから歩いて歩くの好きな人には全然苦ではないかもしれないね。ただ一番最初の時にお話ししたように、ベルリンってね、個人的にはね、3日とかね4日とかいてもね、多分時間足りないんじゃないのかなと思うんだよね、少なくともねやっぱり1週間は欲しいかな。でゾーン C だと、例えばそのベルリンではないんだけども、ポツダムあるし、でポツダムでもね2日間くらい必要かな、なので、1日で見ようと思えば確かにポツダムって見ようと思えば見られるんだけども、ただゆっくり見たいんであれば、でベルリンに宿取ってて戻るんであれば、ポツダムもやっぱり2日間必要かな。でそうなると、でさらに、まあね、近くの町とか行きたいなってなると、もっと時間が必要になるので、私はねベルリンだったらはね、まあ、ある程度、1週間欲しいかな、少なくとも。
ね、そうするとほらほらいろんな美術館とかね、こことかのね美術館のね動画は私上げたような気がするし上げてないような気がするな。まあどっちかわかんないけど、まあ、興味があったらちょっと昔の私の動画見てください。で、確かね基本的にねお金だったかねもう払ってれば写真とか撮れるはずなんだけども、ただエジプトのあそこだけはエジプトのなんだか碑っていうだけは、写真とかは撮影禁止になってるんだよね。でもインターネットとかに上げられてるのはこっそり写真撮ってるってことで、で写真撮ってるとねやっぱり注意されてるんだよ。で注意されてもやっぱり別に消せとかってまあそこまで多分言わないから、結局の話いろんなアングルからのねインターネットで写真が上がってるみたいな、ほらほらこんな感じで来るわけよ。だから絶対ね払っちゃダメね。ね、ほらだから最悪なのよ。でこの人たちっていうのは明らかにあそこからさっき話したよね。だからさっきあそこからお話したよね。ちょうどここのところに金くれ金くれっていう人たち多いって。で必ずなんか紙持ってきて、でなんかわけのわかんないことを言うわけよ。で今の人たちはなんかアジア系みたいな感じだったけども、中東系の人とかいたり、いずれにせよね現地の人じゃないからね。で何度も言うけども、ここら辺ここら辺ここら辺に金くれとかそういうような人たちすごい多いから、うわうわすっげえ風だから、ものすごく気をつけてちょうだい。ここら辺ね、ここら辺、うわすっげえ風。はい。